チャー進化課佐野千秋です。そして愉快な仲間たちです。まあ今日はね、サムネイルの通りタカくんにいろいろね聞いていこうと思って、はい、皆様にもね質問を聞いたので聞いていきたいと思います。タカくんもちょっとね質問あるんで、こっちもちょっとこちらもやってくれたので、はい、どうする？こっちある？こっちある？じゃあこっち、はい、もうねこれいっぱい聞かれてると思います。無償してる時何をやってましたか？真面目ね。真面目しかない。そっか。いや、故障してる時はもう僕はもうしっかり休みます。何もしないです。逆に筋トレとかも？筋トレもしないし、水泳もしないし、ウォーキングもしない。本当にもう寝るだけ。逆にプロじゃない人の方が動いちゃってるかもしれない、ね。ああ、確かに高校生とかの時は逆に故障してたら太りたくないから、ね、なんかエアロバイクとか水泳やったりとかはあるけど、逆にもう何もしないで、もう本当回復に努める。週何日走りますか？週何日？週6日です。1日休み？日曜休みです。まあ土曜か日曜はまあ1日オフかなって感じですね。ランニングのモチベーション維持の秘訣は？それはもうお金ですね。はい、やっぱ僕はやっぱいいね。まあ走って結果を残した分だけやっぱお給料いただけるんで、それがあるからこそ、まあ、競技続けてやられるのかなっていうふうに思います。あ、それはもう一般ランナーには全く通用しないお話でした。まあ前提に好きってことはまああるんですけど、まあそれ以上にやっぱそっちの方が今は大事かなって思います。おすすめのジョグシュー教えてください。おすすめ今はちょっとアシックスのシューズをいろいろ試してる状態段階で、秋葉さん種類何でしたっけ？ノバーブラスノバーブラス2って出てるじゃん。2ちょっとこっから今はアシックスのジョギングシューズをいろいろ試してる状態なんですけど、最近一番気に入ってるのはアシックスのノバーブラスト2です。ちょっとまだちょっと馴染んでない。靴見てかっこいいなと思って履いてよくて、その後に名前を知るっていう。ああ、先にね、見た目から入って、やっぱ見た目そのモチベーションっていうのがやっぱあるから、かっこいいから履くみたいな。実際に履いて今はかなり気に入ってます。おー、なんだっけ？ノバブラスト2です。植物好きですか？植物もう日常生活で考えたことないぐらいどうでもいい。どっちでもない。担当として東京マラソンの印象を聞きたい。まあコースはめっちゃ走りやすいし、まあやっぱその普段観光地とされてるところを走るんで、まあすごい走ってても景色がすごい楽しいっていうか、楽しんで走れますね。まあそれぐらいです。はい。あんま思い入れないぞこいつ。まあ正直、まあ、結構ガチのペースで走ってるんで、あ、そうだね、周りはね、前の選手の背中を見ることが多いんですけど、結構辛い時とか応援された時にこう沿道を見るんで、その時にやっぱ景色が入ってきたりとか、辛い時のポイントとかはやっぱ景色で覚えてる。何キロとかよりはあの辺できつかったなみたいな。走ってる時一番意識していることは何ですか？はいかに脱力できてるかですかね。力入らずジョギングできてるかですかね。やっぱ辛い時こそ肩が上がったりとか、体に緊張が走るとフォームが悪くなったりとか悪循環になるんで、ジョギングから脱力とかリラックスしたジョギングができてると体に勝手になんか身につくというか、そこですかね、意識してるのは。真面目だね。いや、めっちゃ真面目です。ちょっと不真面目なこと聞いていこうか。あ、そろそろちょっとNG なしなんで。女の子好きですか？あ、もう大好きです。ただもう今年に30になるんですけど、ちょっと彼女いないんで。あ、ちょっと募集しないでください。ちょっと。まあ男性ファンが多いと思うんですけど、このチャンネルだったらいないですから。少しいたらちょっとお助けを。T チャンネルの方にちょっとお連絡、登録してから連絡してください。登録してから。え、彼女にするなら可愛い系、美人系。もうやっぱ美人系ですかね。で、足が細い人です。足細い人、なんか陸上選手に多分多いと思うんですけど、足フェチの人が多分多いと思うんです。足がスラッとして細い人がやっぱ普段歩ってても、まあ、目につくというか、やっぱアキレス腱とふくらはぎがちゃんとなんか見てちゃんと分かるみたいな。ズンじゃなくてちゃんと膝、ふくらはぎ、そう、ちゃんと分かるような足が。結構そういう人ってやっぱ足細いっていうかさえよく見えるんじゃないかな。むくれてる女子はむくんでるって言うんだけど、むくれてるのはたまにいるよ。むくんでる女子は嫌いってこと嫌いじゃないですけど、まあどっちかというとまあそうですね、足綺麗な方がいいかな。はい、じゃあ好きなタイプを3つ答えてください。好きなタイプ、年と取るごとにやっぱ自分の中で思考変わってくるんですけど、やっぱ最近は最低条件としてやっぱ料理ができることです。お料理ができる、はい、あと2つ、あとは優しいっすね。優しい、あと最後好きなタイプにさっきの足のあれば入ってます。足の足の綺麗な。じゃあこれを優しくて足が綺麗で料理ができる人が2人現れました。何で選ぶ？やっぱりそこ顔っすよ、もちろん。はい、これ心理テストなんですけど、心理テストなんですけど、この3つのやつで言ってじゃあ最後何で選ぶって、一番顔が大事ってことになる。大事、顔が大前提って。もちろんですよ、じゃないとまず会話にもならないですよね。辛辣なんですけど、あ、NG 出しなんで怖すぎて。大丈夫？高く君のイメージ。こっちが真剣ってこと。それがそのぐらい真剣に彼女を探してるみたいです。お金のこと聞いてみてくれるのが大事です。え？貯金やって収入とか NG 出してから。貯金は何億ですか？ちょっと欲しいですね、億。僕結構使っちゃうんですよね、あんまり貯めるの下手っていうか。やっぱちょっと自分に自信がないのか、やっぱブランド物が欲しくなっちゃう。多分それ設楽兄弟に影響されてる。まあそれが一番なんですけど、先輩を見てブランド物持ってて、うわかっこいいなっていうのがあるんで、まあ誰にこう見せつけるわけじゃないですけど、かっこいいんじゃないかとか安心感がある。それはちょっとわかる。そういうのに使っちゃうとあんまお金貯まってないですね。なんでここ選んだよ、なんでここ選んだよ。まあ第一前提に実業団なんですけど、基本のお給料がサラリーマンと変わんないんですよね。はい、実業団ですけど、もう本当サラリーマンと固定給がサラリーマンと本当に一緒で、プラスその試合に出て、まあ、これだけのタイムで走ったらいくら上乗せしますみたいなのがあるんですけど、それも年間でなんか通してじゃなくて、その例えば4月に試合出ました、そしたら5月の給料がいい、その1月だけいいってだけで歩合制にもなってしまう。だコロナ禍でずっと試合がないとないじゃん、固定しかないじゃん、固定しかないんで。まあでも逆に何もしなくてもそれが入ってくる。それがやっぱ実業団とプロの選手とのやっぱ大きな違い。そうだね、そうだね、実業団だとね別にその生活できないほどの給料になって、ちゃんとお給料頂いてるんで。さっきのでなんかだいぶこっちからも聞いたことを聞かれちゃったんで、みんなの初恋についてちょっと。初恋はっていうのがあったんで、そうちょっとここ結婚しちゃってるんですけど、ちょっともうねその関係なしに。小学4年生になんかモテモテって感じの男の子に初恋した。おお、はいはいはい。で付き合って5年生に上がるって時にさ、クラス外にいないの、そいつ名前が。引っ越しちゃった。引っ越しちゃった。そのまま終わり、初恋。夜逃げされた。夜逃げされた。わかんない、なんでいなくなったかいまだに謎なんだけど。小学5年生だ。同じぐらいだね。同じ小5。ほらのまあそのやっぱクラスで割とちょっと可愛くてちょっとちょっかい出すような相手と付き合うことになったんだけど、付き合うってなってから全然喋れなくなっちゃって、恥ずかしい、恥ずかしくてなんか目も合わせられなくなって、お互いそんな感じで喋る機会が減ったら中学でもやっぱ喋れなくて。でも付き合ってんの？でも付き合ってんの？いやだから自然消滅みたいな。でもそれがでも好きになった、初めて好きになった子じゃないかな。初恋、初恋かな。初恋。栃木の。そもそもさ、順番おかしくない？わかんないわかんない。ちょっと言いたくなった。小学生の話した時に、俺は小学校だと思って似てると思って。喋りたくなっちゃった。次俺じゃねえと思って小5って言ったけどもう。俺は小5って言っちゃった。言いたくなっちゃった。小5？小学、同じクラスの女の子。女の子ね。付き合うとかではない。でも好き。好き。記憶が止まってしまった、止まってしまった。みんなで遊びに行くとか、うん、なんか一回手紙もらったけどやっぱ恥ずかしいから帰りに渡すみたいな、うん、帰りにそのまま持って帰ってたね。そう、あ、じゃあ手紙もらってない。もらってない。あ、まあそれが好きだったな、だったなーって感じ。ああ、じゃあ初恋、うん、じゃあ初恋。なんか嫉妬とかってするんですか？お互いどういうとこに嫉妬するかみたいなのがまだみんなに言ってないじゃん、隠してる存在だから。クレイジーカドさんと「うわかっこいい!」たまちゃんと「うわもうすごいお似合い!」みたいななってて、やっぱいい気はしない。まあそれはね、俺もその立場で別にやめて合わないねとか言われないけど、やっぱいい気はしない。でもそこで「いや彼氏いるからさ」みたいなできないから、みんなに公表してないから、ちょっともどかしかったんだろうなとは思う。逆にこっちはね、嫉妬束縛をねする必要が全くない。どこにも遊びに行かないし、ゲーム好きだね。そう、趣味がゲームだからずっと家にいるし、したことないない。そうです、そうです。見習います。これ今のみんなにいい顔しちゃう。ああ、うん、断れない。そうだね、思わせぶりって言われる。で結局どれも好きじゃないっていう。でも向こうはちょっと好きになっちゃって、なんでそういうのじゃないんですよみたいなのが、そうやって周りからあいつ遊んでんなって感じます。じゃなくて単純に好きまでいかないだけで、でも友達としては好きだし、人としては好きだから、あ、そう遊ぶね、遊んだりするけど、まあそれもね、そう思っちゃう方もね、経験がなかったって。じゃあだってもう毎日ように LINE してもちゃんと返してくれるし、どうしたらいいとこ連れてくれるしってなったら、女の子勘違いするよ。わかる。裏のコミュニケーションですね。やめてください。いじめてるみたいになっちゃった。ポップな質問に変えて、ここさんにディズニー好きで、そう好きなアトラクションはっていう。結構ディズニー系の質問が多くて、私 C だったらウッディのあれが好き。あ、なんていうの、打つやつね。ランドだとこれ打つやつなんだけど、私バズの、そうバズのやつ好き。言ったよね。私あれね、どっちも高得点取れるから好きなだけかもしれない。得意なんだ、ゲーマーだね。ああ確かにこれ好きだなってある。何？ただ連れてください。だってこの前初めて C 初めて行ったんだ。あ、そうなんだ。そうだよ。あなたのおかげで C に入っていけたんですよ。そうなんだ。タカ君のおかげでディズニーシーのデートできました。お土産に靴下だっけ？靴下来ました。乗り物わかんないよね。なんか激しい方が好き。ジェットコースター系が好き。じゃあもうメインのやつか。はい、じゃあベストマンはなんですか？自分じゃあ C はまあタワー・オブ・テラス。ああまだね。ランドはもうずっとフィルファーマジックが好きで。フィルファーマジックってミッキーがそうショーするやつ。いやいろんなアリエルとかアラジンとかいろんな映像を見る系。あ、映像見る系全然私見てない。 3D メガネつけて映画館みたいなとこでずっとなんかよく聞いたことあるような音楽がずっと流れて15分ぐらいあるんだけど、全然並ばないやつだよね。全然並ばないね。それがでも普通に休憩で乗るんじゃなくてメインで乗っちゃう。あ、私休憩でしか乗ってない。そう曲がやっぱ好きだから。そうそう、ラストでもう普通のシンプルな真面目なやつ。今年の抱負、むしろ2人の、多分自分だったらその陸上系のこと言えるんですけど、2人のそう新しい生活が始まってね、今年の抱負聞きたいな。結婚式もあげるんで、おはいはい、ちょっとお金もいっぱいかかるんで、はい、いっぱい稼ぐ、いっぱい稼ぐ。おお、お願いします。職人さんです、頑張ってください。あ、でも結婚式を成功させるが本かな。なるほど。じゃあ島島、まあそれはもう大事だよね。ちょっとやっぱマラソン走られてるじゃないですか。やっぱ走る系の方が走る系もやっぱ欲しいじゃないですか。でもね、もう今年はね、ガチでマラソンをやらずに、ゆるく楽しいマラソンをやったことないから見つけたいなって今模索してる。なるほど。番組でガチガチでずっとやってたから、合宿もやったりね、試合これ走ってくださいで結果出さなきゃって、そう出さなきゃで、みんなの期待に応えなきゃってずっと走ってたから、今日はもう今回はもうタイムとか一切にせず、あ、走るの楽しいってまた思えるようになりたいです。僕はマラソンで自己ベスト更新です。ちなみに2時間6分45秒なんで、それがもう2年前の記録になっちゃうんで。ああそうか、2年前か。そうそう、更新しないと。そうだね、更新したい、一発屋になっちゃうんで頑張りますですって。以上です。こちらから以上です。こちらからも以上です。じゃあ今日はね、質問をお互い NG なしで、そう3人でもね、お金のことも恋愛のことも顔のこともいろいろね聞いたんで、面白かったって言ったらぜひねコメントや高評価ぜひ押してください。今日も動画を最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。